なんか固まった。なんか止まったね一瞬。すいません、わかんない、電波かも。だけど全然似てないね。ドラマ見てない。あのね、マジで久しぶりにとかめっちゃ珍しくネットフリックスでドラマ見た。韓国のセレブリティっていうやつ、めっちゃ面白かった。本当に珍しく一気見した。なんかまあちょっと前に入ってましたよね。出遅れたっぽい。でセレブリティ面白くて、なんかマスクガールみたいなのも流行ってるっぽくて、途中まで見たけど、ちょっとなんかちょっとバイオレンス系で一旦途中で止めちゃいました。セレブリティ面白かった。なんか身近なというか、日プ見る。さっきもう見た。プロデュース101の日本の女の子版ね。もう曲上がってて、パフォーマンスさっき見ました。アウトオブ48推しがそう、中村優香ちゃん嬉しい。今日も可愛かった。でも佐藤ちゃんも本当に可愛いんだよね。ドラマは出ません。何食べてんの？今日ね TGC でいただいた。アウト・オブ・ワンでもちょこちょこ出ることはないんですけど、ちょこちょこまだもうちょいたりしてるの。ちょこちょこ出る時もたまにあるぐらいですね。もう最終編者劇場で見てました。ロビーでいろんな推し遍歴。確かに YouTube でやろうかな、私の推し遍歴。推しを変える歴じゃなくて、推しの歴、遍歴っていうのか、こう今まで推した人を全員言うみたいな。でケンタッキーって見て、ケンタッキーも食べたいと思ってたんだった。私 YouTube でケンタッキー食べてる YouTube なんかこの前深夜に見てから、めっちゃケンタッキー食べたいんだった。そういえば推しの話取れますね今度。最近食べて美味しかった麺はもちもちのさ焼きそば、なんだっけ、部屋ないもちもちの焼きそば、あっぱれでいただいたんだけど、お腹いっぱいになってきた。もちもちの焼きそばなんだっけ、知らないのよ。もっちっち、それ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 、もっちっち、これおいしい。昨日の夜もさ TGC なのにさもっちっち食べちゃった。でも水分ないからいいかなと思って。うんの四角いやつ、縦長のやつ。あれまた止まった。更新してみてください。戻った？戻んないかな。塩分でめっちゃむくんじゃうの私。たまに固まっちゃうね、ごめんね。よし決めた、今日はもうこれ食べたら急いでメイク、この食べて調理も終わったら急いでそのままメイク落とし、早く起こしてそのままお風呂に入って明日の準備をして、マジで早く寝よう。もう決めた、絶対にそうする。昨日ちょっと夜更かししちゃってさ。決めました、ダラダラする前に今日は絶対にメイクを起こしてお風呂に入ってその準備をして。あーでもな、確認して覚えなきゃいけないことある。それはベッドでやろう。つまりこれから楽しみにしてる仕事は、明日合唱の練習ある。ゆいちゃんがいたらゆいちゃんに会える、久しぶりに。あとは福岡行くのも楽しみ、ゆうピンク。あと再来週ぐらい撮影もある、楽しみ系の。こんな感じかな。でも一旦今日の TGC が終わったから、無事に気持ち的に安心なーみーとあたくちゃんもいるかな、どうかな。あ、ゆいちゃんは横山のゆいちゃんです。TikTok もな始めたいんだよな。なんかね、私の本物みたいな TikTok があるからこれなんか日本ですよっていうのも申し訳なくて、ちゃんと本物が始めたら偽物が本物じゃないくなるかなみたいな。あれ本物じゃないですよ。はい、高見菜さんお話ししました、金スマの後ちょっとだけ私じゃなくてね。でも動画はね、なんか上げてくれてるの全然いいんだけど、配信してる人になんかねギフトとか投げてるみたいでめっちゃ DM で配信者の方から「さっきはギフトありがとうございました」みたいなの来るんだよね。なんか喜んでるから申し訳なくて。から TikTok 始めたいけど、でも30代で TikTok であんななんか可愛いダンスとかやってるのちょっと恥ずかしいかもと思ってやれない。めっちゃ見てんだけどね TikTok。ハリー・ネーブルのやつはラビジュールの下着のやつ。いやギフト投げてんの全然良くないよ。だってさ、その子たちはは言ったら私がお金払ってると思ってるわけじゃん。でもさ、中身どんな人、おめっちゃもう逆にさ、めっちゃ子供が無理してるかもしれないしさ、どんな人が中身か分かんないけどさ、それでさ DM とかでやり取りしてさ、じゃあ応援してる、今度会いましょうとか私のアカウントの人が言っちゃってさ、私かと思ってさ変なことになったら嫌なんだよね。だからそれが心配でちょっと困ってるの。みんな本当に本物だって信じてるから、ギフト投げられても本物って信じるってことは多分 DM 来ても本物だと思うじゃん。それがもしね、もし仮に悪いこと考えてるおじさん、おじさんって決めつけのよくないけど、大人にさ TikTok やってる若い子供がさ騙されちゃってさね、それがめっちゃ心配なの私。だからそれをこっちが本物だよってするために始めたいんだけど、あっちが有名になりすぎてて私が始めてもあれに追いつけない気がする。もし始めるってなったらめっちゃ拡散してくださいね。お願いします。ね。え、中川パラダイスちゃんが本物だと信じててやばい。ほら、やばいじゃん。そうやってさ。共演者の方とかともしかしたら勝手に DM とかしてるかもしれない。困る。めちゃくちゃやだ。だからもし私が始めたら拡散して、あんまりなんかあれは偽物ですっていうのはなんかかわいそう、申し訳ないから、ゆきりんが TikTok を始めましたで拡散して、まだやるかわかんないけど。うん、マジでブルーの匂いで私の心で一回ねツイッターで発信したんですけどね、 TikTok やってませんよみたいな。ごちそうさまでした。シュレッツはやってないの。71K って何人ぐらい？ 7 万人ぐらいフォロワー。大人気。もうこのさ、ずっと変なこと書いてくる人通報するね一旦。あ、待って、見失った。この前裏垢でさ、昔通報した人のアカウントバンされてた。私裏垢で悪口通報してるからさ。そしたらバンされてたこの前。なんか通知みたいなの来て「アットマーク何々はなんかアカウントを停止しました、ご報告ありがとうございました」みたいなの来てた。でも多分一人の意見だけじゃ多分バンされないの。だから私以外にもこのアカウント悪口すごい言ってるなーって多分思っていっぱい通報が来たから多分停止されたんだと思う多分ね。うんやっぱね、心ないこと言う人多いからね。面と向かったら別に言ってこないのにさ、ネットだとバレないと思ってさ、みんな書くからね。書いてないです。皆さんはやめましょうね、悪口とか書くの今日はいつまでするの？もうサラダも食べたし8時だし1時間したね。あとちょいかな。イヤリングかわいい、ありがとうございます。リボン大人ブルーあゆうピンクにありがとう、かわいいって。バスケ始まるって言ってる。のうちじゃなくて今すぐだ、ショールームやるように言われた。ショールームやるようになんて一回も言われたことないですよ。心が限界を迎えた時はどうしたらいいですか？限界を迎える前に限界を迎えさせる理由があるも根源を取っ払います。心が限界を迎えるほど我慢しなきゃいけないことなんて世の中にはありません。今すぐそのことか人か物から離れましょう。あなたがどんだけ頑張って心が限界になっても誰も責任は取ってくれないかもしれないです。でもあなたがその場を離れても別に責めてくる人はいません。だってあなたが心が限界を迎えてもその人は責任取れないんだから。よいしょ。メンタルやばい、わかる。なんか最近メンタル弱ってる人によく出会う。本当になんかまあ夏休みなんだろう、時期なのかな。すごいね、わかるよ。すごい会う、出会う、いろんな界隈で。どんな感じ？どんな感じか別に悪気ない。メンタルがもうどうにもならないとかさ、もういわゆる病んでるっていう言葉はあんま良くないけどさ、心が限界になるってどういう感じなんだろう。私は本当にあんまりなったことがない。まあでも何にも期待してないからね、私は何も期待しない、何もいい想像をしなければ裏切られたとかうまくいかなかったとかなんでこんなことにってなんないからね。何にも考えないの成功しますようにとか失敗するかもとか、ああこうだったらいいのにとかこうだったらやだとか何にも考えないでもこれってあんまり別にみんなに聞く方法じゃないっぽい。だって私のお母さんも私の考えとかいろいろ言うと自分の娘じゃないみたいって言われるもん特殊なんだと思う。食欲がなくなったこと、もうめちゃくちゃさ、コロナとかでしんどくてもさめっちゃ韓国料理とか食べちゃう何もかも病ない。まああるか、なんか忙しすぎると確かに元気なくなるかも。さすがにちょっともうあとさ、なんか同じ境遇の人が少ない時もしんどいよね。ちょっと同じさぐらいしんどい人とかさ、同じような悩みを抱えてる人がいるとさ、自分だけじゃないと思えるけどさね。でも私はもうやっぱめっちゃ特殊で、中3からこの AKB に入ってるし、小学生の頃からネットめっちゃ見てたから、世の中に変なこと言う人がいるってもう小学生の時に分かってたの私そう私のがとってもとっても大好きな尊敬するアイドルですらめちゃくちゃ悪口言われてたもんだから、ああもう世の中には一定数こういうことを言う人がいるんだってもう小学生の時に分かってた。うん、そう、しんどい時も寝れるって。そう寝たらすぐ忘れちゃう。めっちゃくちゃブチギレててもう一生許さないってこんぐらいブチギレててもう朝起きたら全部忘れちゃう。なんで忘れちゃうっていうか怒りの100が本当に1とか0になっちゃう。なんでな お酒なんか一滴も飲んでないよ今一滴も飲んでない。メンタルね、だからさ気にしなくていいよとかさそんな考えたってっていうのなんてさ一個も良くないしそうだから強要もしないし私も共有もしない。うんそれはもう性格な気がする。うんネット見ないっていうのも確かに全然あり。私はもう隅の隅からくまなく全部チェックしちゃうけどそう悟り、何も期待しない何も考えない、うん、そしたらめっちゃラッキーって感じになります大体。友達になりたい、嬉しい。ありがとうございます。 B 型確かになんかなんかさ英語4文字のさ最近よく流行ってる性格みたいなやつわかります？ E なんちゃら AS な MB なんちゃらみたいなあれがなんかもう何回やってもエンターテイナーみたいなやつになっちゃうあ何事も物事に執着するのをやめるといい。うん、MBTI かも。 MBTI そうそうそれ何回やってもエンターテイナーになっちゃう何回もやってる。1ヶ月に1回とか2週間に1回とか変わるかもと思ってやるけどもう何回やってもエンターテイナーエンターテイナーと思った。そうなんかそう私のやつはもう明るいみたいな感じのやつそうなんか結果かそうさえちゃんも結果変わるって言ってたんだけど何回やっても変わんないずっとエンターテイナー。うん確かに向いてるかもしれない。こんばんはこんばんは。会社だとストレス診断とかある。そうなんだそうだよね。そんなさやっぱこの仕事と違ってすぐ環境を変えられるとかじゃないさお仕事もありますもんねもちろん。こうやってさなんか世の中に発信することも私はできるけどさみんながみんなそうじゃないしね、うん、ストレス耐性強そう確かに分かんないけどどうなんだろう「とか言ってるけどすぐメンタルね確かにどうやって。どうやってんだろうな。全然疲れてない。寄り添ってるの今みんなに。メンタルが弱いとかしんどいっていう人の気持ちになったらこういう顔になった今すいません充電が 20% になっちゃった。ちょっと充電器差しますんでお待ちください。なんか例えば今日約束してた相手が「ごめんやっぱ体調悪くなって今日また今度にしてほしい」って言われたらさ、なんか「大丈夫無理しないでね」って送るじゃん。その時にさその顔になっちゃうの私。大丈夫これって「大丈夫無理しないでね」っていう顔になりながら LINE 打っちゃうそうそれすごい自分でも思ってたけど人にもめっちゃよく言われる。なんか面白いこと打つ時って「わら」とかつける時はなんかニヤニヤしながら打っちゃう。なんか顔に出ちゃうの。そうでも今さグループに先輩いないのはめっちゃ大きいかもしれない私。本当に結局そう年齢も歴も一番上だからもうある程度本当に気使わなくてよくなったのはすごい大きいと思う。そうそうあとはもう人に優しく人に優しくをモットーに。なんか急に初見の方が「AKB 大好き本当?」って書いてくれてる。ありがとうございます。先輩にやっぱ気使っちゃうね。今居心地いいけどそれは後輩が居心地よくしてくれてるだけだと思うから感謝ですね。寛容の心ね。確かにそれやっぱ優しい気持ちを持たないとアイドルもできないですね。だって握手会とかでもいっぱい意味わかんないこと言ってくる人いるけど寛大な気持ちと優しい気持ちを持って接すればちゃんと対応できます、はい、優しい気持ち仏のような心を持つことが大事です妹に全部話す。いいね。私もめっちゃお母さんに話します。母がだいぶ大きいかも。全部聞いてくれる。お仕事ですね。確かに。でもさ結局何かあったらさ自分で選んで入ってきたんだろって言われるじゃん。でもさ小学生とか中学生でそんなさ人生のことまで考えてさ入ってきてないんだよね多分みんな。私もそうなんだけどさ絶対何かあったらさ自分でアイドルを選んだんだからみたいなめっちゃ言われる。まあその気持ちも言いたい気持ちもめっちゃわかるけど。自分のさ小学生とか中学生の時のさ胸に手を当ててさ思い出してみてほしい。自分が一生その仕事をその時にするって決めてなんかちょっとアイドルかわいい好きやってみたいって思ったのが実はそんな十何年経ってさお前が自分で選んで入ってきたんだろうってさ日本世界中からさ叩かれるかもしれないけどそれでもアイドルやりたいかなんてさ中学生とかが考えられるわけないじゃん。だからもうそんなことは言わないであげてほしい。今自分で選んでアイドルになってたらそりゃさすがにそんなことわかるけど中1とかでさテレビでたまたま見た AKB とかアイドルを見てさかわいい私もキラキラした服着てみたいとか思ってさ入ってきたらさ毎日のように知らない人から悪口言われたりさねえそんなことまで考えられないし想像できないよねえ。どの仕事もそうじゃん。大体の人はさ、もうちょっと大人になってから自分のさ職業決められるのにさ、アイドルはどうしても年齢早いからさ、でさ、それこそそれで金もらってるんだからとか言われるけどさ、多分最初にアイドルになる時にお金稼ぐ方法としてアイドル選んでる人なんか一人もいないと思うの、私。だって私そうだったもん。だってお金なんか、お金のためにアイドルになりたいなって小学生とか中学生が思うわけなくて、職業とか仕事にしたいじゃなくて、とにかくステージに立ってみたいとか自分の好きなことをやってみたいとかじゃん。お金のことなんか1ミリも考えてない。お金なんかもらえるなんて思ってなかったし、まず入った時これを仕事としてお金もらうんだなんて1ミリも思ってなかったもん、本当に。うん、だから若い子、アイドルになる前の子にいっぱいお話ししたいけど伝わんないと思うそこまでは理解できないと思う。私があの時の中3の時に全部今の話されてもそれでもやりたいって言うもん、絶対。よくわかんないからよくわかんないと思う。そんなみんな、うん、まっすぐ純粋にアイドルやりたいっていうだけでみんな入ってきてると思うな。それだけで自分にファンができたら本当に嬉しいし、うん、そうなんですよ。子供には分かんないですよ。そうってこんなとこでこんな話しても意味ないんだけどさやっぱもう32になったしさ、16年もやってるとさ、そうだよねみたいな、分かることとか思うこと全部通ってきたからさ、なんか地方から出てきてさ、別に AKB がテレビに出てない時にさ AKB に入ってるし、そっからすごい忙しい時も経て、コロナとかですごく忙しくなくなった時も経て、なんか一番最年長になってみたいな、もう全部を経験しすぎてそう、そして悟りを開いたでも結局純粋にやっぱなんか今日も取材で言われたけど、なんでそんなに頑張るんですかみたいな、なんでそんなにアイドル続けるんですかみたいな、でももう本当にファンですみたいななんか結局は何でもこれやったらファンの人喜んでくれるかなとか、これやったら絶対ファンの人楽しんでくれるだろうなみたいな、もうそれしかないですよね、本当に本当にそれしかない。だからやっぱうんセトリ一つとかグッズ一つでも怒っちゃうし、それってもねファンの気持ちがすごいわかるから、やっぱファンそうなんですよね。でもさ平気で私ファンのこと悪く言っちゃったりするからそれは許して本当にごめんね。でも本気じゃないからこそいるみたいなとこありますよ、バラエティーとかでさ、ただのファンがとか言っちゃうけどそんなことだけで崩れる関係性じゃないってのを分かるぐらいみんなが示してくれるから言えるってのもありますね、本当に本当にそうですね。そう、推しとファンは似る、いや本当にだからなるべく、でも優しいと思いますよ私のファンの皆さん、本当に。永遠にただのファンでありたいいやいや最高級の褒め言葉ですよ、ただのファンっていうのは嬉しい。ファンの方がいなかったら成り立たないわけですから、本当に。急に「ゆきりん結婚願望ある？」って聞かれてる。いやもうあったりなかったりですわかんない、絶対したいも絶対したくないもないんですけど、でもなんかあんまやっぱ一緒に人と住むとか向いてなさそうだなとかやっぱちょっと思ってきちゃいましたね、結構。うんかな。そうずっとありがとうございます。そう私結構だらしないからさ向いてない気がする。全然潔癖じゃない、あなんかね全然潔癖じゃないのに潔癖みたいなとこある。うんまあ今はね一緒に住まなくても結婚っていう形もありますしね。本当になんかアイドル長くやってると世間体とかなんか人の目とかあんま気になんなくなってきますね。それはすごい思う。もうすでに今の自分が歩んできた人生が普通じゃないことはもうさすがにわかるからもう今更普通を求めてもみたいなところはありますよね。誰が何と言おうが自分が納得できればとかも思っちゃうよね。そうそりゃさ世間体とか人の目気にしてたらさこんな年までさこんな感じじゃないよ自然体確かに本当に裏表とかマジでないと思う。自分で言うのも変だけど別になんかそうですねなんか例えば全然自分と分からなくても店員さんと話すとか知らない人と話す時でも割とこの感じなんで、うん、それもめっちゃ結構長く続けられる理由あるかも。なんかオンオフはっきりしてたら私は結構しんどいかもしれないけどもうずっとこれだから別に YouTube がここで回ろうが回らないがもうずっと誰といつ喋ってもずっとこのテンションと喋る内容とかももう本当にずっと一緒だからそれめっちゃそうかもしれない。自分のままでそのままお仕事できてるっていうのはもうだいぶ大きいですね。うん裏があってほしい。いや全然だからその性格診断みたいなもうずっとエンターテイナーになっちゃうんだもんずっと元気明るいだからちょっと前のなんかおとなしそうとか清楚みたいなやつはちょっと違うなと思ってましたね。こんな喋んのにみたいな。いや喋るタイミングがないだけでみたいな感じだったからもう YouTube 始めてから特にだいぶありがたいですね。だいぶ素が出せるようになって嬉しい。超楽です。うん YouTube 感謝ですね。親に紹介したい3人組まあ当時はね当時はそうだったと思う。A型の典型みたい。確かに清楚なイメージ今は確かに全然ないよね。こんなまずタメ口とかでも喋ってなかった。こんな配信とかで「だよね」とか言ってなかった。でもそれはやっぱ先輩とかいたしそう気使ってた。緊張してた多分ずっといつでも。今日メイクしてもらいました。昔から好きでした。嬉しいありがとうございます。 YouTube はでも S さんですよ。結構大きいのは AKB で YouTube 始めましょうみたいになった時にまあなんか勝手に決まっちゃってたのもあったんですけどでも良かったですね。無理やりきっかけを作ってもらって肌綺麗嬉しい。湘南美容でツヤツヤにしてもらいましたでもちょっとだけニキビあったんだ今日ギリギリ隠せたけど。編集はねずっと最初から別の方にお願いしてやっていただいてます。S さん有能。本当に講師ともにお世話になってます S さんにランウェイ可愛かったです。ありがとうございます。緊張しました。肌綺麗になりたい。私も本当に YouTube でいっぱい上げててだいぶやばかった時もあったけどだいぶ良くなりましたよ本当に。なんかまあ今さメイクもしてるからだけど、なんかねだいぶ良くなりました。だから皆さん諦めないでください。あんなに肌汚くてもなんかね、なんかいい感じになりましたよ。ランウェイ時間計算、いや全然リハもぶっつけ本番で、今日本当に初めてあそこに行って、初めてまっすぐ行ってびっくりしました。緊張しました。睡眠大事。いや私はね1個確実に大きかったのはスナック菓子をやめたんですよ。当たり前みたいなこと言うけど、ポテチとかそっち系、悪いとは言わないですけど、なんかやっぱコンビニめっちゃ行くから目について、基本的になんか家にお菓子ずっと常備しちゃってて、で夜なんか目に入ったら食べちゃってて、そしたらなんか言われたの、今日メイクしてくれてるコバタンって昔からお世話になってるメイクさんに「お菓子食べてない?」みたいな、なんか「油物食べてるでしょ」って言われて「あ、ポテチめっちゃ食べてる」みたいな言ったら「絶対それだよ」って言われて。一旦やめたの。したら確かにあんまりニキビできなくなって、でもまたすっかり忘れて食べちゃったの。したらちゃんとまたニキビできたの。そうでもうそっから今もう1ヶ月以上2ヶ月ぐらい食べてないかったら、顎のニキビとかね全然できなくなった。今ここだけ。でもこれは絶対ファーストフード食べたからな。そうでもこれは人によりきりだと思うんだ。何が自分に合わないとか何で肌荒れするって多分人によって違うんだけど、私はまずできることとして、努力としてできることとして一旦油物でもどうしても食べた時食べますよ。あとなんかまあ質のいいやつにするとか。そうさっき来たけどカッパエビせんとか食べちゃうし、普通になるべくね減らすっていうことにしたら、あとむくみもやっぱ夜塩分取りすぎなければ朝そんなにむくまないってことに気づきました。あと夜も朝もパックするとか、パックをいっぱい大量に、こういうさ1個個包装のやつはなんか面倒くさいから、これ全然あれですよ、その宣伝とかじゃない、こういう箱系のパックをいっぱい、これあかりんのやつ、こういうとにかくほら箱系のパックをこうやって置いとくとすぐ出せるし簡単なの。そうで私夜しかしてなかったんだけど、朝もやっぱパックした方がいいってめぐみさんが言ってたから、そうやるようにしました。いい感じ。パックいっぱいある。いやなんか日によ、朝用がこのあかりのやつにしてて、夜は基本的にこれさっぱりしたい時はこれで、これはメイク前、本上用メイク前に使って、これは朝オールインワンマスク、その洗顔拭き取ったら洗顔にもいける。もう本当に面倒くさすぎて朝どうしようもない時は一旦これだけ貼る。あと時間なさすぎる時って感じかな。そう朝ギリギリまで寝てます。でもパック貼りながら服着替えたりしてます。そうなの。嬉しい。今どんな格好をしてる？ユニクロです。ユニクロのニットになんかネットで買った2000円ぐらいのスカート。今日は全身黒で行きました。にニューヨークさんの靴下。目のメイクかわいい。ありがとう。今日はメイクしていただきました。やっぱ自分でメイクするのも好きだけど、メイクさんにメイク、そのコバタンっていうね、もうAKB入った当初からお世話になってる、私のグラビアとか写真集とか、あと一人でバラエティとか出る時も基本的にそのメイクさんにメイクしてもらってる。そうそうなの。安い服、ユニクロ大好きです。コントメイク自分でしました、コントの時。あ、ランウェイの時は今日カラコンつけてましたよ。レビアっていうローラさんがモデルしてるレビアのラスタージェムっていうカラー、そうの実はナチュラルめのカラコンつけてました。でも今カラコン探し中で9点で目代わりとかやってるんですけど、今ね何個か買いました。ラルムのピンクブラウン系とか、あとウォニョンちゃんのモデル、ウォニョンちゃん使ってるのかな、パなんちゃらなんちゃらっていうやつ何個かカラコン探し中。でもめったにしないです。音楽番組とコンサートの時ぐらいです。バラエティーとかの時はしてない。今もしてないです今日ブース全然見て回れなかった。なんかねカラコン、あ、メロット、ああ、あかりんのメロットもめっちゃよく使います。でも私すぐ乾燥しちゃうから乾燥しにくいカラコン探すの結構大変で、でも今日つけてたレビアは結構いい感じですね。普段は全然してないです。そういう音楽番組と衣装を着て目パッチリさせたい時だけ。ドレスは4着試着しました。その中であれになりました。そう、ドライアイなんですよ。 TikTok 本人じゃないんですよ。だからそのうち始めるかも。チーム4のメンバー以外で S さん担当。いやでも選抜の現場とかは結構 S さん来てますよ。目悪いんですよ。目悪いのに眼鏡してないの。公演は9月の後半に出る予定です。一応素敵なドレスでした。ありがとうございます。何も別にしてなかった。あ、でも昨日ちょっとこう流すすっきりこうゴリゴリ系の、もう手で流す系のマッサージじゃないんですけど、なんか骨の位置とかをしっかりしてくれるやつ。本当は月1ぐらいで通わなきゃいけないんだけど、痛すぎてあんまり行けなくて、でも昨日グラビアの前とか本当にもう駆け込みで一応プロの手も借りました。めっちゃ痛いです。でもすごいすっきりするの、この辺中心に。うん、整体のちょっと美容版みたいな感じかな。ちょっと30分も喋っちゃった。1時間半も喋っちゃった。じゃあちょっとこの辺で今日はもう絶対にすぐメイク落として頑張ってお風呂に入る予定です。覚えることもあるっていうのも明日の合唱のねちょっと練習しなきゃいけないんで頑張りたいと思います。スクショタイムしますか。スクショタイムパクが映ってるスクショタイムです。どうでしょうよし、オッケー、ありがとうございましたということでしばらくはなんだろうな、まあちょこちょこ収録してまだ放送されてないテレビだとか撮影ものだとかちょこちょこありますので、とりあえずは今日の TGC 見れなかった方は YouTube 上がってますので、私インスタのストーリーに載せてますのでよかったら見てみてください。あとは U ピンクのリップが昨日から新色発売してます。2番のピーチ、よかったらぜひ手に取ってみてください。ということでまた時間があったらショールーム配信したいと思います。あ、読んでない、やっぱ危な。タワーもいっぱいありがとうございました。1位おしゃれさん、まゆきさん、ミントちゃん、ちゆきさん、やみおじさん、つゆぴーさん、トラッキーさん、サトルさん、まさぴーさん、山崎まさひろさん、ありがとう。他の方も皆さん本当にありがとうございました。お付き合いいただきまたお待ちしております。ということで皆さん明日日曜日ゆっくりできる方はゆっくりしてください。私は合唱の練習に行ってきます。ということでまたお会いしましょう。ありがとね、またね。